そして次の小節が、チョーキングからのビブラート。ここは、一回上げた後すぐ下げるといいですね。で、もう一回ゆっくり、一回ガッと上げて、また下げたり、またゆっくり上げていくっていうようなイメージです。そしてその後、13から15をハンマリングしたら、できるだけこの13の音は次鳴らさずに、12にスライドしてあげる。だからゆっくりだとできないですね。ゆっくりだと13がちょっと鳴っちゃうんで。そのまま、12に行くようなイメージです。そしたら次13、12、10をプリングとスライド。そして次も同じですね。できるだけ10を鳴らさないように9にスライド。ここもフリジアンドミナントで、もうここがこのスケールの醍醐味ですね。ここはかっこいいです。で、ここもプリングからのスライドで鳴らしてあげる。で、ここビブラートかけてあげたいですね。そして次もハンマリングプリングして、で、ここからは結構同じパターンですね。で、ここは若干なんですけど、この5弦の方にブリッジミュートかかってます。ここ慣れないとちょっと運指が遠いんですよね。ここが3フレット開くんですよ。これがハーモニックマイナーの特徴です。この 1.5 音を開く。ここ頑張って指開いて、真上でできるだけ準備してそのまま押さえるっていう風にしてあげましょう。そして最後、ゼロを引いたらここをアームで下げてあげます。でゆっくり下げていく感じですね。というふうに繋がっていきます。ここのフレーズ、今上に出してるフレーズですけど、ここではナチュラルマイナースケールを使ってるっていう話をしたんですけど、ここでどういうふうに使ってるスケールを精査しているのかっていうのをちょっと話したいなと思います。ナチュラルマイナースケールとフリジアンドミナントの違いって2度と3度なんですよね。つまりここの音程が何なのかで使うスケールがわかるんですけど、今出してるフレーズでは2度と3度を使ってないんですね。なので厳密に言うとどっちかわかんないっていうのが正解です。なんですけれども、さっき話したこの特徴的である2度と3度の音を使っていないので、素直に考えたらナチュラルマイナースケールっていうのでナチュラルマイナースケールっていう風に言いました。なんですけれども、実際ここだけナチュラルマイナースケールで考えるかなっていうのもあるので、おそらくこれは僕の予想ですけど、作ってる本人はずっと頭の中ではフリジアンドミナントっていう頭で作ってると思います。そしてこのフレーズでは特徴的であるフリジアンドミナントの2度と3度を使っていないだけっていうことです。でも実際は本当にナチュラルマイナースケールのつもりで弾いてたかもしれないし、これはもう本人しかわかんないっていうことですね。